今日も自分にグーパンチ。イヤホンヘッドホン専門店イヤホン PR スタッフの谷美久です。突然ですがピアホンってご存知でしょうか。凛としてしぐれのドラマーで我らがイヤホンアンバサダーであるピエール中野さんが監修チューニングしたイヤホンのことを SNS などを筆頭にピアホンと呼ばれております。アーティストでありながらオーディオマニアというピエール中野さんがイヤホンを作られているということで信頼の厚い製品となっていて、今では有線が2モデルとワイヤレスが5モデルとたくさんのピアホンが発売されております。そこで今回はですねピエール中野さん監修のピアホンをご紹介していきたいと思います。まず一つ目はお求めやすい価格帯でリスナーに感動を深めるイヤホンとして作られた有線ピアホンとも呼ばれているシリーズの第1弾ハイユニットの HSEA1000PN 有線ピアホン1と呼ばれているものになります。こちらがイヤホンウェブ価格で1700円という価格でございます。ピアホンの中で一番お手頃な価格帯となっております。ピエール中野さんもこの価格帯で究極といえるバランスと太鼓判も押しているモデルになっております。でこちらのカラーバリエーションが2色でガンメタとピンクがございます。HSEA1000PN のベースモデルがですね HSEA1000 となっておりまして、こちらは13色のカラーバリエーションが魅力なイヤホンになっております。ベースモデルと有線ピアホン1のチューニング以外の違いなんですけど、有線ピアホンの方にはこのオリジナルのケースが付属しております。なので持ち運びにもすごく便利です。ベースモデルと有線ピアホン1のチューニングがどういう違いがあるのかをご紹介していきたいと思います。お手頃価格でありながら解像感と迫力のあるサウンドが特徴的かなと思うんですけど、ベースモデルの HSEA1000 の方は特に声の部分が聞き取りやすくて、女性ボーカルとかすごく綺麗に心地よく鳴らしてくれます。全体的にバランスよく聞きたい方とかボーカルを重視して聞きたいなっていう方にはすごくいいなと思えるサウンドです。有線ピアホンの方は低域が結構締まって広域にこうきらびやかさだったり広がりを感じるようなサウンドになっています。ドラムで言うとバスドラのアタック感やシンバルとか金物類の響きっていうものが綺麗に感じ取れます。疾走感のある曲とか電子系の音楽を聴く方にはすごく合うんじゃないかなって思います。次にご紹介するのは有線ピアホン2と呼ばれている HSEA2000PN です。こちらはイヤホンウェブ価格で3600円となっております。こちらのベースモデルは HSEA2000 です。有線ピアホン1と有線ピアホン2の大きな違いとしてはリモコンマイクがついてるっていうところになります。こういう風にリモコンがついております。で付属品もオリジナルケースに加えてケーブルのタッチノイズを軽減してくれるケーブルクリップも付属しております。ケーブルクリップにはピエール中野さんのオリジナルキャラクターバイブスくんが描かれております。この有線ピアホン2とベースモデル HSEA2000 とのチューニングの違いなんですけど、ベースモデルもピエールさんチューニングの方も先ほど紹介した A1000 よりは低域がしっかりと出ているような印象があります。ただピアホンよりベースモデルの方がちょっとドンシャリっぽいようなイメージです。低域の鳴り方っていうところはやっぱベースモデルに似てるんですけど、低域の量感が結構多いです。なのでこう低音好きにはすごくたまらないようなサウンドになってると思います。ベースラインがすごく分かりやすいですね。ベースモデルは明瞭感があって明るい元気な曲に合うイメージなんですけど、こっちのピアホンの方は深く沈み込むような感じの低域なのでサイケな感じの楽曲と相性がよく感じました。有線ピアホン1は分かりやすいこの音のクリアさとかがあったんですけど、2ではですねさらにこの音にこだわりたい方とか音にこだわってる方に向けてっていうのがすごく感じられるようなサウンドだなと思いました。有線ピアホン2はですねチューニズムやサンリオのキキララコラボなども発売しております。コラボモデルが多いっていうところも結構魅力の一つかなと思います。
続いてワイヤレスです。ワイヤレスのピアホンはですね、もうアビオットから5つも発売されています。今回はですね、最新のワイヤレスピアホンを2機種ご紹介していきたいと思います。ピアホン1の方は私の愛機紹介で、ピアホン3の方はですね、レビュー動画としてご紹介しているので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、まず最初にご紹介するピアホンはこちらです。アビオット WEBD21D です。コラボモデル第4弾ということで、ピアホン4と呼ばれております。こちらイヤホンウェブ価格では13,750円です。完全ワイヤレスイヤホンと違って、首のところにケーブルがあるタイプのイヤホンです。でこちらのベースモデルは WEBD21D こちらです。こちらのモデルがですね、ダイナミックドライバー1機と BA ドライバー2機のハイブリッドドライバーのワイヤレスイヤホンとなっております。 WEBD21D が発売された時期とピアホン4が発売された時期っていうのが結構離れているので、マイクの部分だったり、あと充電のところがタイプ B から C になっていたりっていう、ベースモデルからのブラッシュアップされている部分もあります。ピアホンとして特徴的な部分は、ハウジングのところのロゴですね。専用のオリジナルポーチがついてきます。それとこのイヤーウィングが、普通のブラックとこのボルドーっていうか、ピンクっぽい紫っぽいこの色がついてくるっていうのも、このピアホンならではの特徴でございます。ベースモデルとピアホンのチューニングの違いっていうところなんですけど、ベースモデルの WEBD21D はですね、ハイブリッドドライバーならではの高域のスッキリ感っていうものがあります。ボーカルも近いので、結構ボーカルを重視して聞きたい方とか、アニソンとかアイドルソングとかすごく向いてるなって思いました。ピアホンの方も声の近さとか明瞭感っていうものは、このベースモデルから受け継いでるものがあるのかなと思ったんですけど、ベースモデルより高域の部分がすごく聞きやすくなっていました。特に女性ボーカルとか電子音が使われている楽曲とかは、高域の刺さりとかが気になるんですけど、このピアホンの方がその気になる部分っていうものがすごく丸くなってる印象で、すごく聞きやすかったです。なので個人的にはこうピアホン4の方が音のバランスがいいなと感じました。最後にご紹介するのはこちらです。ピアホンシリーズでも最新の製品となっております、アビオット TEBD21J リミテッド。こちらがピアホン5、ピアホン5と呼ばれているものです。イヤホンウェブ価格でお値段26,950円です。ベースモデルがこちらの TEBD21J リミテッドで、アビオットの音質に特化したワイヤレスイヤホンの新しいフラッグシップモデルとなっております。 TEBD21J リミテッドについてはですね、動画があるので、詳しくはぜひそちらをご覧ください。チューニング以外のベースモデルとの違いについては、イヤホンのこのデザインだったり、オリジナルポーチがついてきたりするところも特徴の一つなんですけど、アニメサイコパスの常森茜とドミネーターのボイスガイダンスが採用されております。ピエール中野さんのコラボでありながら、サイコパスとのコラボでもあるっていうところが熱いポイントだなって思います。ピアホン5とベースモデルとの違いについてなんですけど、フラッグシップモデルっていうことで、どっちもめちゃめちゃ音がいいなっていうのはすごく印象的でした。解像感が一番あります。特にこのベースモデルとピアホンの違いっていうのが定域にあるなと思ってて、ベースモデルの方が結構こうバランスよく綺麗に聞けるなという印象です。ピアホンの方はそこに定域がこうグッと入ってできて、よりこう迫力を感じられるサウンドだなと思いました。同じようなバンドサウンドで聞いても、よりバンドっぽさっていうのを感じられるのが、こっちのピアホン5の方があるなって感じました。ピエール中野さんもコメントでおっしゃってたんですけど、ドラムを演奏している時のライブ感っていうものも再現されているっておっしゃっていて、ライブ感っていうのがより伝わってくるようなイヤホンだなっていう風に感じました。以上、ピアホンのご紹介でした。今回ご紹介したこのピアホンとベースモデルの方もですね、イヤホンでは全てご視聴いただけますので、ぜひ皆様の耳でご体感いただければなと思います。またこの動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは今回のお相手は谷美久でした。バイバイ。